2021年7月30日金曜日午後5時の生放送です。さあまだ誰も来ないかな。おお、皆さんこんにちは。午後5時の生放送です。さっきおーって言ったのは、あ、時計が鳴るなって、そのおーと、これからあの王さんがですね、ポッとこう花火を上げてくれたんですね。でそれがポコッと上がった、それに対するおーが重なってですね、今ポンポコ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 って花火をですね上げてくださっている方がありまして、そういう形なんですね。いやもうたちまちのうちにですね、視聴者こっちの方で把握できるだけで、お三方っていうことでね、もういつにない速さですね。でもう早速もう本番入りますけど、昨日ですね、私なんかちょっとこう冴えないっていうかね、壺にはまらないこう放送内容であったと言ってたんですけど、昨日もう一つねあれがあって、それはね、昨日木曜日だからボーリスデーだったんですよね。それすっかり忘れておりました。それでですね、今日もあのボーリスデーということで、後半の声の最新号ね、7月号で、で先週それから先々週もその富山で、お寺に生まれたのに、このクリスチャンになってしまった亀貝宗雲さんで、結構ね有名な人って、それは僕は亀貝先生のことは前から知ってたんですけど、ボーリスと関係が深かったんだっていうことはまあ知らなかったんですね。でその亀貝さんがあの富山県新勝町、現富山市荒川のね、新州大谷派とね、松次の息子で、住職を継ぐっていう構えであったのが、すごいこう宗教の問題っていうか、まあ、その、まあ、スピリチュアリティっていうことなんですかね、霊的なことなのか。で結局その東京帝国大学でね、宗教学を学ぶ、哲学を学ぶっていうことでね、あのそういう中でキリスト教に関心っていうのがあった。でその名前が出てたな、こっちの方じゃなくて、キリスト教人名辞典にありましたけど、あのね宗教哲学者でね、キリスト教の系統で宗教哲学ですぐ旗っていう名前が出てくるのは、旗さんじゃなくってね、何やったかなあの分厚い本をね開けに行くのも大変だしね、ちょっと忘れちゃった、なんだっけ、まあいいやでそのまあ就職して、あの小樽中学ね、その時に、あちょっと待ってよ、これもこっちに書いてなくって、キリスト教人名辞典に載ってた話だよね。ちょっと待って。なんか、エピソード記憶は覚えてるんですけど、人の名前とかを忘れるっていうね、典型的な話だよね。で、なんでここで石破茂語録を出すかというと、石破さんともゆかりの深い人ですよ、小樽でね。その瀬下っていうのは、ね、石破茂語録のね、まあ、クリスチャンプレスに、クリスチャンプレスの記者さんがね書いた記事を転載させてもらってね、これはそのあれですよ、2018年にクリスチャンプレスの記者さんがね、その石破茂さんの衆議院の議員あの事務所にねインタビューに行って写真入りで出たやつですね。でそれの記事の終わりの方に、石破さんっ
ていうのは日本キリスト教団鳥取教会の教会員であるということだとか、そう金森通林のがお母さんの方のおじいさんになる、金森通林ですよ。で金森通林が伝道集会をね、まあ、全国回ってやってたんでしょうか、小樽でやってるのに行って、で感銘を受けて、まあ求道するキリスト教を本格的に求める、前からね関心があったんだけど、まあ、そういうことになったのでした。それからそのそれだけでもなんか小樽に就職した意味があったっていうことですね。クリスチャンの系統の人ってそういうものの受け止め方しますけど、この亀ヶ谷良雲さんがね、ほんの 2,3 年だったかもしれないけど小樽のね学校に就職したっていうのは、この金森通林の伝道集会に出るためであった。でうちの父なんかもね、私の父の物語、人はパンだけできるのではないの中にちらっと書いてますけど、その教会に行き始めた頃にね、まあ、自分の連れ合いが行ったんで自分も、でその頃ねオイルショックっていうことで、基本的にもう残業当たり前の忙しい仕事をしてたところが、その暇で暇で仕方なくなってた。で日曜日ね家族で計らっちゃって自分だけ家でゴロゴロしててもね、うん、じゃあもう教会に偵察に行ってみようかっていうことがあり、あれからその教会のね伝道師の若い先生がね、ああ三浦さんのご主人ですか、どうぞどうぞとかって言ってくれたんでね、すっとね入ることができて、それからその教会、結局それはオイルショックで暇だったから、で父がねその時々ねその証っていうのをね、言うわけですよ。自分はどうやってクリスチャンになったか、クリスチャンになってどんなことか、その中でね自分のためにオイルショックが起こったみたいなね、まあなんと大きい出方をしたものか。だから亀ヶ谷良雲もまあこのあれですよ、金森通林先生のね、この説教を聞くために小樽の方にね就職したのであったっていうところがあったかもしれない。それから富山の故郷に帰ってね、でここで、今日の本題に入っていくんですけども、そのアームストロングっていう、まあ、宣教師に出会うわけですね。これが女性宣教師でありまして、でそこからクリスチャンになって洗礼を受けるっていうことに、まあ、導かれた。でこのアームストロングで、これが今日の本題でね、先週よりもちょっと深く話に入っていくんです。でアームストロングさんっていうのはカナダから来た宣教師で、まあ、幼稚園を、まあ、設立したわけだよね、富山でね。でそのそこの園長先生をやったりしてたわけですね。あの富山青葉幼稚園ね、いいですね、青葉幼稚園のマーガレット・アームストロング宣教師、この方が園長になってですね、でその方と接するということで、結局亀ヶ谷壮雲はクリスチャンになっちゃった。それから時計の針が進みましてね、戦争がだんだん近づいてくる。でボーリズが、まあ、帰化するっていうことがねあったわけですね。それは1941年の1月か2月の段階ですよ。それはあの新聞なんかでも報じられたのかな。でその時にその記事を読んだのがアームストロングなのですね。でアームストロングはその記事の切り抜きをね一緒に入れて、でボーリズに手紙を書いてね送ったわけですよ。その日付が、ちょっと待ってよ、いやボーリズが帰化したのもう1年前か、1940年か、1940年10月15日ボーリズが日本へ帰化したのを報じた、その切り抜きを封入し
てアームストロングはボウリズに手紙を書いた。今日ので今日はこの関野さんはね連載を2つ書いてまして、そのもう一つの方なんですよ。それも同じネタでね、あの亀ヶ井亮とか、まあ、アームストロングのこと、あこっちは亀ヶ井亮のこと書いてませんけど、でその彼女がものすごい今悩んでる時期ですよね。なんか日本とアメリカが戦争に入ってっていうのがね、この人はその単身で日本に来て、で日本に来てもうボーリズのように結婚しないでずっと独身だったわけですね。でその間母国カナダのご両親とかもね亡くなっちゃったね。でも年配ですから、帰ってもその友達にしても親戚にしてもね、その知ってる人がもうないぐらいの状態、日本にずっと住んだんだから日本こそ自分の故郷である。だからまあ宣教師ってのはやっぱそういう方がねおられるわけで、そこに骨をうずめる。で日本こそ我が故郷って思ってたのが、どうも日本とアメリカね、でカナダもそうなるんでしょうか、日本がその戦争状態に入っていく、一体どうしたもんで、帰ろうにもまあ帰れないという状況もあったかもしれない。そこにボーリズのが帰化したという記事が出てね、でそれで結局アームストロング自身もね帰化するというね決断をするわけですよ。でその前に手紙を送ったのかな。でその手紙の内容っていうのが、関野さんによるとね、ボーリズに対して、あなたの日本国籍取得にお喜び申し上げるべきでしょうか、あなたにとってはより良い選択だったのでしょうね、お母様のご体調が優れないよしね、で中略お見舞い申し上げますということで、まあ、ボーリズはまだお母さんが日本にね両親を呼び寄せて一緒に住んでたわけですよ。だからそのアームストロングとまた違 う状況ですね。でお母さんが体調が良くない、でアームストロングそれは個人的に知ってたわけだから、あのお母様の体調はいかがでしょうかということも含めながらね、でボーリズがあなたが日本国籍を取ったということはお喜び申し上げるべきでしょうか、でということでね、そして彼女も事情こそ異なるが帰化をまあ選択したということに、ね、なるわけですね、うん、でアームストロングが日本に来たのが1903年、で東洋英和女学院を皮切りにということでね、そのメソジスト派、カナダのメソジスト派の宣教師ですからね、で金沢を経て富山、後で幼児教育ということに使命を感じて、まあ心血を注いでいく。でボーリズ建築で結局ね建ててもらうわけですよ。でボーそれはその青葉幼稚園の建物をね建ててもらったわけですね。で竣工直後と思われる記念写真にボーリズと一緒にねアームストロングが写ってる。それがね1911年、だから1940年とか41年から比べたらその30年前ですよね。あ短いようで30年ね、30年前、ちょっと私が20代ですからね。でボーリズとこのアームストロングが初めて会ったのはおそらく軽井沢のね避暑地であっただろう。で夏には宣教師たちが全国から集まってきてね、秘書を兼ねながらまあいろいろと相談連携を強め打ち合わせをする、まあそういうところにねボーリズがいて、でアームストロングで、そのボーリズがいろいろその近江兄弟社ね、オンミッションとしてはね建築するのに、そういう海外宣教団体にはね優遇させていただきますよっていうことでねアピールしとったわけですね。で何よりも人柄ですよね、バイオリンを弾いてね、で何よりもその宣教に熱く燃えているボーリズですよね。ですからアームストロング自分のところの建物もぜひね
ボーリーさんのところに建ててほしい、まあ、そういうことになったのは当然の成り行きであったわけですね。それでね、その一つのこぼれ話として軽井沢つながりで、日本野鳥の会会長となる中西五郎さんっていう人のことが出てくる。でその中西五郎のその山荘ねっていうのもボーリスがやった。でそれはね、軽井沢ナショナルトラスト運動の尽力で、今国の登録有形文化財、これボーリス建築ですよ、日本野鳥の会のね、軽井沢の山荘ね、これねザ・ネストってネスト巣っていうことですね、鳥の巣っていうことですよ、これ日本野鳥の会ね。でボーリスとかつながりがあって、これはこぼれ話でね載ってるわけでして、これにアームストロングさんもまあ噛んでるのかな、ちょっと待ってよ、そのアームストロングが幼稚園以外にも軽井沢の山荘も頼んだ。ちょっと待ってよ、そのアームストロングが頼んだのがザ・ネストになるわけだ。アームストロングが住んでた、その山荘、住んでたってその人の別荘がネストですよ。でなんでネストってついたかというと、日本野鳥の会の会長となった中西五郎さんと親しかったから、そういうつながりでザ・ネストあ、そっか、そういうことなんだ。でそれが今国のね登録有形文化財ですよ、そういうこぼれ話があって、で問題はあれですよ、まあ、さっき話したような事情でアームストロングは祖国にも帰ろうにも帰れない、そういう状況でね、もうどうしてでも日本に骨を埋めないといけない、埋めるんだということでね。ところがもういよいよ本当に戦争になってね、身の置きどころがない、地元でもね富山でね外国人が園長の幼稚園に子供を預けられない、30年やってきたんですよ日本で。で富山でも素晴らしい幼稚園ですって喜ばれてきたのがね、なんてひどいことでしょうかね。で結局園長だとかそういう立場も全てもう日本人の知人にね譲り渡して、その伝道の禁止は言うまでもなく、居所をなくした彼女は、まあ、右往左往する日々であった、これ千賀さんがね書いてますけどね。で1945年8月1日夜の富山大空襲で、富山大空襲で幼稚園も宣教師館もね焼失してしまう。でそこでね、いよいよあの人が出てくるんですよ。さあ思い出してください、身の置きどころをさえ失った時、同じ富山にある富山新勝教会の亀貝良雲牧師のところに身を寄せることができた。だから亀貝良雲はそんな外国人なんてね、自分のところに引き取ったらね、自分にどんな火の粉が降りかかってくるか分かんないっていうことを言わないで、アームストロング宣教師ね、このばあちゃんをね引き取ったわけだ。もう本当に男の中の男じゃないですかね。で亀貝良雲はまあ申すまでもなく仏教徒からキリストへ、まあこれを戦前ね、出した、今に至るまでね知ってる人は知ってるっていう名著ですよ。でこれを出すのに非常にボーリスが噛んでる、ね、近江ミッションでその亀貝良雲は近江ミッション、にもね、その働きにも参加したことがあるんですよね。でそこから今日の富山新勝教会っていうのができることになった。で戦時中ね、アームストロングが帰化して、それでも日本にね残って、ところが空襲で
もう幼稚園宣教師館も焼けてしまうっていう時に、亀ヶ谷遼雲のところにね、身を寄せてですね、関東 S さんがね、あ、今日も亀ヶ谷遼雲の話なんですね、デジャブとか。そう、前回ね、関東の S 氏がね、聞きに行った時も亀ヶ谷遼雲だったんですよね。やっぱり亀ヶ谷遼雲の話をね、もう聞くべくして聞いてる。ね、もうそういう感じかもしれないね。で、ボーリスの場合、近江兄弟社のことを思ってね、それからその何よりも一つような真紀子のためにね、帰化したわけだけども、そのアームストロングの場合は、そのカナダに帰って、でも、もう30年日本にいてですよ。もう日本が故郷であるのに、今更カナダに帰ってね、そこで晩年を送るということはもう考えられないぐらいの心境であった。そういう中でね、非常に複雑な心境ですよね。ボーリス宛ての書簡の行間には、その複雑な心境がにじみ出てる、その行間を読むっていうね、この時代の方はそうでしょうね。その欧米の方であってもね、奥ゆかしいっていうかね、にじみ出てるものがある。まあ我々でも分かる気持ちですよね。行間にいろんなものがにじみ出てる、そのボーリスの帰化に対してね、あなたの日本国取得にお喜び申し上げるべきでしょうか。あなたにとっては、この和がね、より良い選択だったのでしょうね。お母様のご体調が優れないよしね。そういろんなものがね、こう込められてますよね。そう思って読むとね。で、結局アームストロングも帰化をまあ選択していくことになる。で、そのまあ、彼女は全てを後継者に託し、1960年、まあ、戦争が終わってですね、まあ、当然のことながら仕事や働きの場が与えられたと。で、念願の幼稚園の再建もね、多くの寄付によって実現し、まあ、宣教師としても戻ってきたと。で、そういうことで彼女は全てを、まあ、後進に委ねて、1960年に生涯を全うした。で、関野さんの締めですよ。彼女にとってはそれまで持てるもの全てを失う中での帰化であったのだろうが、あるものがあったね。それは失わなかったものは信仰と幼い、子供たちへの愛だけで、あったということですね。使命感に生きる、人々への愛に生きるっていう、その姿を関野さんがね、捉えてね、書いているわけですね。そういうことで23分までなってしまいますので、お聞きになっているあなたに、天地を作りになった誠の神様からの豊かな祝福と守りと導きがありますようにとお祈り申し上げつつ、今日の生放送ですね、これにて失礼させていただきます。明日は今週最後の生放送となります。それでは失礼させていただきます。花火がボンボンボンと上がりましてですね。